ラビラオチャンネルポケモンカードイエーイ。今回はライバル戦サント&ゴー編。はい、ついに来たよ、はい、クチバシティで。今回使えるポケモンは今回から解放されるのがマンキー、ニャース、スリープとディグダ、ダグドリオ。前回でケイシーをゲットしてたらバリアードが使える。あ、交換のコマンドゲットしたのかな。で、オニスズメを使っとったらカモネギが使える。クチバシティでボロい釣り竿がもらえるから、今回これから誰でもコイキングが使える。はいはいはい、以上やね。最初のやつじゃんけんぽい。あ、ここでしょ。ここ、あ、ここ、ポケモンバトル。テレレレレレレレかもね。あ、早速か。水につけて、水につけて、で、じゃあエンド。ドロだね。いや、俺もアヤピーだよ。カモネギにつけて技持ってくる。発動ツードロ、どうぞ。お、こっち使うわ。ポケモンごっこ。これはここでギャラドスを、コイキングからギャラドスに進化。で、まあ、とりあえずもう一枚つけておいて大吟醸発動。どうぞ。1290足りないか。水エネルギーはできるものした後は確か。はい、じゃあ俺はまず一気に倒したからこいつ。いいよ、エンド。ロロ、あ、これダメだ。とりあえずレボリューション。おお、引かないんだよね、ドリームボール。かけるかな。引き当てていいでしょ。こっち頑張って。はい、あ、待って、死にか。今日は運強で来るから。フランクセル、ポイントっす。手震えてるわ。もうしこっちやん。とりあえず備えておこう。どうぞ。お、捨てに来たか。いや、どうしようもないからな。手札が、手札がちょっときつい。ベンチに銭紙を置いて、うちけ博士のレクチャーで銭紙コイキング。あ、銭紙おったけど60以下じゃなかった。さらにベンチ補強、ベンチ補強、さらに大吟醸。1、2、3、4、150。大バキ。で、エンド。トリプルチャージ。ここに1。いや、終わりだな。まずギャラドスに気合のハチマキを、こっちを使うか。霞とカンナ。こいつの効果で山札から水エネルギーを3つまで持ってくる。いや、今回は無理かな。俺サレン出したらいいぐらいのよな。で、水エネルギーを3枚持ってくる。これで破壊光線で110やろ。あ、そっか、110やな。エネルギーは1個出しか、1個出し110万。エンド、あれ引け。されたらいいっすか。え、これダメだ。これはちょっとダメだ。あら、まあまあいいけど、これちょっとダメだ。あれ、これで失敗したか。はい、ポケモンはこんな感じやな、俺の。下手くそな並び方やな、気持ち悪い。もうちょっと可憐にできへんのか。ブサイクな。もうここぞとばかりにも。いや、ブサイクやろ、誰がどう見たって。いや、俺これ行きたいことほとんどないな。もう分かりやすいこと、この目なしなんだもん。もう純粋に、分かりやすいもん。単純に行きたいのはゼリラメなんで、こんな4種類にしたい。いや、もう探しに行ったらもう結果これしかなかったっていう。どっちかっていうと、このコーラクロー、あれスタジアム入れたらこいつ4つ目の方がいいんちゃう。コーラクローと逃げ回るみたいな。うん、もう考えてんけど、探せなかった。めんどくさがりやがれた。ちゃちゃちゃ、探しても見つからんかったっていう。そう、やもうと思ったけど。あー、なるほどね。まあこいつ3組ならまあ取っていいんだけど、こいつ HP 高いから耐えるって言ってんで、ね、1枚入れたっていうとこか。まあまあ耐久型っていう感じ。でこいつ3番、3組の方がいいんちゃう。の方がええな。なんで、え、探してない。探してないじゃなくて見つからへんねん、どこ行っても。そうやろ、山ほどおるぞ、こんな。ポケモンの紹介はまあもう純粋にも水で固めましたよ、うん、しか言いようがないもんな。これはあれ、木作でも対策っていうか、もう、なんやろ。ギャラドス一点張りやからもう
ゼニガメラインは基本的に控えに乗るっていうスタイル。スタンスはそうやな。もうこのカメックスまでもう一気に進化させて、特製のパワースポールで水エネルギー持ってこさせて、なるべくギャラドス の、 その攻撃展開をまあ広げていって、である程度このパワースポールの特性を調整して大吟醸で大ダメージを与えるがセオリー、セオリーというか自分の中でのストーリーかあれやろ、多分頭の中で多分このギャラドスとかの攻撃がループがアップデストいけたら面白いなって考えるのって言われちゃう。そうや、負けたらこれで負けたらこれみたいな、墓地から拾っていくみたいな。でまあ、これコイキングそのものの、その登竜門がコイントスやからさ。いやでもあれやん、美味しい美味しい。まあまあまあ2分の1の確率でギャラドス負けるやったら美味しいよな。まあグッズとサポーターは、あサポートはまあこんな感じやねんけど、もしまあ引いてコイキング1匹しかおらへんっていうのが前の戦いで、いや俺から言わせたね、あれね、対策打ちようないわ、俺も俺を確信した。ああ、あれな、無理無理。まあ、あの時のそのデッキ構築やったな、これがいいんちゃうかなっていうのがあるんだけど、あったこれ強いんちゃう、体重前に逃げることが4カード、3枚も持ってるから、ギャラドス3枚持ってこれ。あー、なるほど。確かにこれは使えるな、体重マニア。いやー、やっと勝てた。首の皮一枚繋がったで。で、次シオンタウン行けんやけど、うん、ここである程度決めなあかんのが、うん、シオンタウンが終わったら次山吹やろ。その区間空きすぎやろ。あー、だからある程度ポケモンの許容を広げなあかん。まあ、そうやろな。で、俺が出した協定は、うん、次のシオンタウン編で、うん、なんやろ、ポケモンの笛をゲットしたことが前提。あー、ポケモンの笛ね、はいはいはい、ゲットした時点でのライバル戦、本来やったらありえへん、本来やったらありえへんけど、はあ、はあはあはあ、はい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 、OK、だから玉虫もクリアしとっていう話で、重要なのがポケモンの笛をゲットしとうから、ここでカビゴンが使える。うん、で、はいはい、次の山吹にももう1回使える。あー、そうチャンスがある。あー、はいはいはい、カビゴンも2回使えるチャンスがあるからね。うん、そうやな、ここで OK。うん、で、もう一体はイーブイ。あー、玉虫をクリアしようってことで、だからイーブイも使える。あ、はいはいはい、あとポリゴンもやな。あ、それ言うの忘れとったな、黙っとったら使わへんかなと思ってで、玉虫の景品でポリゴンが解放されるから、ポリゴンも解放される。特別版でゲットできるのはイーブイとポリゴンの2つのみ。で、ポケモンの笛をゲットしたこと前提やからカビゴン。カビゴン、あー、なるほど。オッケーオッケー、じゃあそれで次のバトルは進んでいこうか。そういうことで。